うちもビューンって飛んで、急いで。オーディション？あ、知っとる。そがんと、もちろん出るばい。うちが出らんば始まらんもんね。バリバリに頑張って絶対に優勝するばい。オーディション、うち絶対アイドルになるって言って上京してきてから数えきれんくらいたくさん、もう片っ端からオーディションも受けてきたとよ。うん、そうやったね。うちオーディションの経験やったら誰にも負けんってくらいあるし、アンティーカになってからは歌もダンスもバリバリに鍛えてきたとよ。オーディションに向けてこれからもっと練習して、今よりもっとすごくアイドルになれることも間違いなし。そいで何より、うちは翼プロのオーディションでプロデューサーに選ばれとるけん、実績も十分ばい。やけんプロデューサー、オーディションば受けさせたら、うちの右に出るもんはおらんとよ。ぜーんぶうちに任せとって。オーディションの結果じゃなか、ほえ、今日アルバイトの日やった。はぁ、うちいつになったらアイドルになれるとやろう。いらっしゃいませ。どうぞご覧くださーい。やっぱオーディション結果の連絡、来とらん。はーい。はい。ありがとうございます。よし、やっと休憩やね。オーディション結果気になりすぎてアルバイトにも身が入らん。メールか電話で結果来るとやったよね。あ、メール！オーディション結果につきまして、月岡小金様、先日はお時間をいただきありがとうございました。審査の結果残念ながら、またダメやったとね。なんで合格できんとやろ。うちはアイドルになるために生まれてきたとやもん。こんくらいじゃめげん。落ち込んでる暇があったら練習ばい。その前にアルバイト。もう休憩終わり？
ちょいは夢か。で、電話？プロデューサーから？もしもし？プロデューサー？うん、うちは平気。あれ、なんでわかったと？そがんことなかよ。ちょっとうたた寝しとったと。プロデューサーが電話してくれて助かったとよ。夢見とったみたいやけん、ぐっすりは眠れんかったし。そうやね。懐かしくて、そいでちょっとだけ怖か夢。失礼します。月岡小金、18歳ばい、です。え？それは、私、絶対にアイドルになりたか、なりたくて。それで、オーディションは全部、片っ端から受けてるんです。え？でも、うち。うち、やる気だけは、誰にも負けません！待ってください！はい！今のところ、もう一回行きます！もう一回、お願いします！プロデューサー！うちは全然平気。落ち込んでる暇があったら、練習ばい。
そうやったっけ。はーい、行ってくるけん、プロデューサー。うん、うち頑張ってくるばい。見とってね。バッチリ練習してたの、プロデューサーも見とったやろ。バーリバリの歌とダンスで、ほっという間に一番ぶんどってくるけん。なんでもなかよ。大丈夫大丈夫。全部うちに任せとってね。プロデューサー全部うちに任せとってって言ったやろ。そうやね。もっともっと頑張ってみんなに成長したとこ見せんばね。やっぱここのステップうまくいかん。うまくリカバーできるようにってそうじゃなか。そもそも転んだらいかんけど、頑張ろうとしてドジするとは、うちの床とこやって前にプロデューサーも。とりあえず気を取り直してもう一回。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ウェイ！うわぁ！いったとぉ。無理とこぉ。一人やと、この部屋も広かね。うち、このままでよかとかな、プロデューサー。うわっ！プロデューサー！いつからそこにおったと？いやいや、うちが悩みなんて。プロデューサー、聞いてくれる？この間、グラッドの予選があったやろ？予選の時、うち、練習したことを完璧に出し切れんかった。本当はもっとバシッと決めるはずやったと。でも失敗してずっこけそうになったとこ何箇所もあって。確かにそうかもしれん。けど、だからこそ、うち、ごまかすのばっかり上手くなって、本当の意味で、ちゃんと成長できとるとかなって。アイドル始めた頃は何でもできるつもりで。でも、
やってみたらできんことばっかりで、頑張ろうとしてドジをして、そういうのもうちの良さってちゃんと分かっとるけど、本当にそれだけでいいとかなって。うん、プロデューサーは悪くなか。プロデューサーがそがん言ってくれんかったら、うちはここまで来れんかった場合。だからこそ、うちが安定化とか、事務所の看板に泥を塗るわけにはいかんって。本当は、みんなが誇れるようなアイドルになりたかけど、全然うまくいかん練習しながら、いろんなことを思い出しとったら、わからんようになって。プロデューサー。え？そがん風に思ってくれとったとね。うち昔からおちょこちょいやけん、普段からのそういうの全部は直せんかもしれん。ばってん、ステージの上だけでは、うち、ちゃんとアイドルになりたか。もっと、すごくアイドルになりたか。ありがとう、プロデューサー。うちに、任せとってね。プロデューサープロデューサー。月岡小金様、オーディションの結果につきまして、残念ながら今回、弊社所属の条件に合わず。またダメやった。なんでカラスにも笑われてしまった場合。けど、落ち込んどる暇はなく、またオーディション受けられる事務所探さんばね。そいで、また短か期間のアルバイトもせんば。本当はアルバイトしたる場合やなかけど、食べるもんも着るもんも住むとこも、東京はばーり高かけん。とにかく、オーディション受けられる事務所、探さんば。アイドル、オーディション、検索。
この事務所。283プロダクション、あっ、翼プロダクションやね。聞いたことなか事務所やけど、うん、翼よかね。うちもビューンって飛んで、急いであっという間にアイドルの一番に。本当になれるんかな。ありがとうございました。もちろんたい。まだまだ本番まで練習練習せんばね。うん、あ、うんうん、今日の撮影、こがんほテントさんのまぶしか日でよかったって思っとったと。うん、それにここ、うちが翼プロを初めて知った公園となんか似とって。うんうん、なんでも仲よ。そがんことより早くレッスン室行かんば。今日はプロデューサーにうちの成長したダンスを見てもらわんとね。成長したうちを見せつける絶好の舞台やもん。みんなのこともプロデューサーのこともうちのこともきっと満足させるステージにしてやるけん期待しとって。うん、ぜーんぶうちに任せとって。させるステージになったとよね。それならうちも大満足ばい。もって次はもっともっと成長したすごくアイドルのうちを見せんば。よけん浮かれてる暇があったら練習練習ばい。プロデューサー、うちをアイドルにしてくれてありがとうね。お、プロデューサー、ついここに来てしまったとよ。もう終わってしまったとに。お、プロデューサーはうちのこと何でもお見通しやね。うちがオーディションしてもらったのもここやったし、ここは大切な場所ばい。うち18歳の時一人で上京してきて、あっという間にアイドルの一番になれるって思っとったとに、全然そがんことなかった。それどころかオーディションも受からんで
落ち込んでる暇があったら練習練習って。きっとその時間もあったけん今も頑張れとるとかなって思うとよ。うん、ねえプロデューサー、うちにオーディションしてみてくれん？うん、行くばい。月岡小金、長崎県出身の19歳ばい。そう、プロデューサー、うちに志望理由を聞いてみてくれん？はい、うち絶対アイドルになりたか。よけん片っ端からオーディション受けよったと。まってん、うちは絶対翼プロダクションでアンティーカになりたか。そいでうちのプロデューサーは絶対プロデューサーがよか。うち本当にたくさんオーディションを受けたとけど、他のどこでもなくて、この翼プロダクションに来られてよかった。ありがとうね、プロデューサー。